はい、どうもフランクです。ですね、まあ、今回も久々に、まあ、車の紹介動画ということで、まあ、だいぶ時間経ってますけど、今回こちらのね、ミラジーノでした。ミラジーノ。はい。ということで、じゃあ紹介していきます。ではまずいいですかね、外装からいきましょうか。もう早速だけど、外装から、前からいきましょう。まあ、外装は大体ノーマルに近いんですけど、これは、まあ、純正オプションのオーバーフェンダーのレプリカ品で、若干車幅を広げて、純正オプションの、あの、本物は高くて買えなくて。レプリカっていうのがあるんですか？あの FRP の模倣品レプリカが4枚で1万円とかで売ってて、純正だと中古で4万とか5万とかすごい値段高くてちょっと手が出なかったから社外品のオーバーフェンダーつけてます。はい、じゃあ前の方とか特にあまりないんですかね？そのこれベースが中期なんですけど、前期のダクト付きのボンネットをつけてるっていう。前期だけこのダクトがある。前期だけダクトがあって、それから中期とか後期はダクトなくなっちゃってるんですけど、これただの見た目で欲しくてつけただけっていう。性能上的どうなんですかね？多分あんまり効果ない効果ないんですか？本当見た目じゃあ今度はじゃあホイール行きましょうか。ホイールはまあレイズの T37、はい、入ってのブロンズですね。まあこれも中古で買ったんで10年以上前に安かったやつなんです。このスリットは純正ではないですね。いや、これはディクセルのスリットローターで。ディクセルのやつなんですね。あ、キャリパーもコペン用の流用してて、若干外径がでかくなってる感じですね。純正だとやっぱさすがにちょっと効きがしょぼくて。どうですか、効きは？あの、純正よりはやっぱり多少は上がって、ね、パッドも変えてるんで、ノーマルよりは断然止まる感じですね。で、これ中古、あ、まあこれ大体中古パーツ使ってるんですけど、安く済むっていうのが一番の利点で。オークションとかで普通に1万円とかで売ってるから、はい、それを買って自分でオーバーホールしてつけて。自分でするんですね。まあそう、あ、元整備士なんですよ、これ、まあ、それくらいすごいですね、自分でやるなんて。僕なんか全然やんないんで。そう、まああの3人とかの対向フォーターポットやったことあるけど、あれ正直めんどくさいから。これはシングルポットなんで、はい、そんな手間かかんないんですよ。じゃあ続いて横とか行きましょうか。横とかは特にあります。横はドノーマル後ろのブレーキは前と違う感じですか？後ろは、いや、普通にノーマルのドラムで、あのシューだけ車外のブレーキシューに変えてる感じ。後ろはドラムなんですね。純正ドラムで車外というか、純正流用でもディスクとかできんだっけかな、なんか結構大変だった気が。2種類あるんですか、そのドラムとディスクっていうのは？G の自体にミラーには L700 のミラーには確かなかったんじゃないかな。他の方のなんか流用してディスクにするっていうのはネットでは見たことあるんですけど、ちょっと俺はそこまでは。これ前はどうだったんですか？前はディスクだったんですか？フル純正の状態でも前はディスク、後ろドラムって感じで。それでじゃあ、あと車高調とかって、これは車高調はシュピーゲルっていうメーカーのレーシングスペックエボリューション、名前だけ大層なもうカタログ落ちちゃってるモデルなんだけど、赤だったからブリッツかと思いました。ああ、なんだっけ、ブリッツのありますよね。 ZZR だっけ、 なんかありますよね、ブリッツの。一応値段はブリッツより高い。これ新品で買って13万だか4万くらい。じゃあ後ろ行きましょうか。後ろはこれは純正オプションのリアスポイラーを最初ついてなかったんで、これも後からつけて、純正のハイマウントは撤去してこっち光らせるようにして、あとはリアワイパー外してスムージングして、エンブレムとかも全部取っ払っちゃって。ここにあった感じ。あ、ここにリアワイパーが。おお、この辺とかじゃないんですね。この辺のガラスのところで。あ、ガラスのところじゃなくてハッチに、それでの外して鉄板溶接で埋めてもらって、はい、ですごい綺麗にできてますね。あそこは一応プロの板金屋さんにやってもらったから綺麗になってますね。で、ちなみにこのマフラーとかっていうのは、マフラーは、まあ、一応ノーマル。ノーマルなんです。で、あのオートマの通勤仕様だから音でっかくするのは嫌だなと思って、あの深夜とかも結構乗ったりしてたから、はい、マフラー変えるのは遊び用のもう一台の YT の方でいいかなっていう感じで。じゃあ続いてこっち側はもう特にもう同じですもんね。右と同じなんで。じゃあちょっとあの魔物のエンジンを見せていただいて、その後にちょっとマフラーサウンドをお願いしていいですか？
摩耗というほどでもないとは思います。ということでエンジンルームに行きます。はい、でエンジンが YRV の1300のターボエンジンが乗ってます。乗せ替えってことですか。乗せ替え公認仕様って感じで。もともとのやつ、もともとは、EFDT っていう3気筒のターボエンジンで64馬力が、これが140馬力、1300の140馬力になってます。 660cc から 1300cc と、だいたい倍ぐらいの排気量にじゃあだいぶ速くなったって感じ、ね、もうそこそこは速い感じで。しかもターボということは、でこのあれはエアクリーナーだけ車外に、ちょっと純正のエアクリーナーボックスはスペース的に入らないみたいで、この狭いエンジンルームには。あ、これもだいぶギリギリにフォアサポとかカットしてアクチュエーターのとこギリギリ避けてるみたいな。結構じゃあもうギッチギチって感じですよね。ギッチギチ、横から見てもね、だいぶ整備性は悪いっすまあ無理くり軽自動車に乗っけてるからどうしようもないんだろうけど、ベルト調整するとかするのに工具入らないから、ちょっとバンパー外さないと調整がほとんどできないっていう。じゃあちょっとエンジンの方いいですかね、かけてもらって。じゃあマフラーでいきましょうか。マフラーで、あ、ブローフもじゃあ、もう一回いいっすかね。ブローフ純正だけど、エアクリーナー買ってるせいで。やたらくっつく。すごいですね。乗ってて楽しそうですね。あ、結構、荷重がそこそこ軽いから、警戒感はあって。はい。じゃあ、エンジンを切っていただいて内装いいですか、ね、いい。内装の方は紹介いいですか。内装はステアリングがナルディクラシック、はい、まあ、定番で、なんかついてますね。あ、これはあのオーディオのリモコン、オーディオとナビの、あ、そこにつけたんですね。ここにあのどうですか、ステアリングこうやるとき、まあ、あんまり邪魔には、邪魔にはなってない。あのこうやって握ったりしないでこうやって添えてるだけだから、個人的には気にならないですね。それより手伸ばしてオーディオいじくる方が疲れるかなっていう感じでつけてるんですけど、であとは、まあ、ラフィックスつけてステアリング取れるようにして、はい、ちょっとボスをだいぶ重ねてステアリング手前に持ってきてるっていうのがあるんですけど、あとはメーターも YRV の、はい、なんだっけ、なんかターボ R ってグレードだっけ、なんか結構レアなグレードの220キロフルスケールのホワイトメーターに変えてます。純正だと140キロまでなんですか、ね、K の、元のミラージの140キロで、普通に YRV のエンジンを利用すると、はい、180キロスケールの YRV のメーターつけるんですけど、まあ、見た目でもっと上のグレードのホワイトメーターにホワイトメーターになんとなくこれ真ん中だけですか、変わってんのは。いや、まるまるごっそり、そう、ごっそりで、左のタコメーターの方はレブが7000円ぐらいですかね、大体、6000いくつからですかね。あ、6800ぐらい。これどんぐらい回るんですかね、このエンジンは。あ、実際レッドゾーンくらいまでは7000ぐらいまで、7000ぐらいまでは回りますね。で、ちなみにこのこっちのメーターの方は、メーターはデフィのアドバンス CR っていう追加メーターで、ブースト、一番右のピラーにブースト、はい、で左に水温、油温、油圧っていう感じで、あとはシートが、運転席がブリッドのガイアスっていうセミバケで、はい、助手席が同じくブリッドのユーロ、ユーロ2クルーズか。あ、ブリッドだけどなんか違うような感じですか。助手席の方が一応ホールドが甘い、甘いんですね、やつ
まあ、若干運転席よりは快適な感じで、オートマですよね。オートマ、あのマニュアルも考えたんですけど、マニュアルだと2速とかよく壊れるらしいんですよね。あのダイハツにはこの140馬力のパワーとトルクに耐えられるマニュアルがなかったらしいけど、元のワイヤル部位もマニュアル設定がなくて全部オートマ設定しかないんですよ。だからこれもそのままワイヤル部位のオートマをそのまま流用して乗せ替えてるって感じで、まあ通勤車っていうこともあってオートマ楽ちんなオートマがいいなっていうのもあってオートマのまんまやってます。まあこのエンジン乗っけてマニュアルにしてる人もネットで見たことあるんですけど、やっぱり壊れるみたいですね、マニュアル。じゃあ続いてこっちのペダルの方っていうのは、あ、モモなんですね。モモのペダルエクステンションをつけてるなんかですね、踏みやすさ重視で。じゃあ今度は他ありますかね。じゃあ後ろ席行きますか。せっかくなんでちょっと広さとかもね。ああ広さは普通の L700 なんでそんな。結構シートは下げ気味みたいな感じですか。うん、下げ気味が好きですね。足元を自分が運転してるとき足元狭いとちょっと足が疲れちゃうから。ああだからステアリングを手前に持ってきて足を伸ばせるような感じで。ああそういうことなんですね。だから運転してるともうあのピラーより後ろに頭が来てるような感じこう見るとなんか狭く感じちゃいますよね、やっぱ下げると。まあ下げると狭いですね。隙間的にだいぶ。多分ノーマルのポジションだと、ノーマルだとこのくらいでしてるかな。ああノーマルだとまあ結構あるかもしれないです。だいぶ。はい。まあそうは言ってももう20年近く前の軽だからそんなに広くはない。まあ必要十分かなとは思うんですけど。最近のハイトワゴンみたいな広さはないですよね。そういえばこれ軽さってどのぐらいなんですか、車重っての。車重が元が780キロなんですけど、どの丸が、はい、それがエンジン乗せ替えたり、あとこれ FF を4駆に改造しててそれで重くなってて今現在が880キロ。まあでもそれでも軽い方ですよね。まあ、結構900キロ切ってるんで結構軽い方。それで140馬力でターボってたらすごいそこそこ楽しい車には。駆動方式も変わってたんですね。元が FF なんですけどYouTube でこの K3VT のお世界の動画見てると FF のまんまだとなんか3速でもホイールスピンしてる動画とかあって、それはさすがに街乗りで危なくねって思って FF を4駆に改造してますね。ちなみにエンジンとかの世界とかその4駆に変えるとかっていうのは費用どのぐらいかかるんですか。これ兵庫県のショップで有名なプロバイルさんっていうショップで全部やってもらったんですけど、まあ、ベースの中古の YRV の相場にもよるんですけど、この車の場合でエンジンの世界、FF から4駆の改造とかもろもろ含めて公認車検込みで150万くらい。150万。だいたい150万くらい。すごいお金かかりますね。4駆にしないのであれば100万くらいで済むはずですね。まあ自分の場合はベースの YRV 中古が30万くらい、その本当中古車の相場によって、あと今純正部品がどんどん値上がってるんで今作るとなるともうちょっとお金かかっちゃうのかもしれないですけど、まあ、どうしても絶版車なんで部品が値上がっちゃうんで、やっぱ高いですよね。150万ってなったらだいぶ車買えちゃいますもんね。だいぶ悩んだんですけど、新車のアルトワークスとか買えんじゃんとか悩んだんですけど、新車のアルトワークスは誰でも乗ってる、誰でも乗ってる、でノーマルで買ってもどうせ改造して余計お金かかる、それじゃ面白くないなと思って、あんまり他の人がやらないような変な車を作ろうかなと思ってこれにしたってことですね。これにっていう、K の見た目でそこそこ速いっていうのも面白いかなっていう感じで1300のエンジンの世界を決意した感じですね。じゃあ紹介書とかはこんな感じですかね。そうですね、改造点も大体そんな。じゃあちょっとこの後走行動画よろしいですか。はい。じゃあ一回ここで動画止めますんで。はい。